1> 第1大倉教は、イギリスの国庫を預かる大倉教委員会委員長のことで、イギリスの首相が兼任する役職。中日英国大使館のウェブページでは、財務第1教と称している。1714年に大倉教が廃止されるのに伴い、王室財政を担当する機関として、大倉教委員会が創設された。その長である第1大倉教の歴史もこの時に始まる。 初期の大倉教委員は、年功序列によって、第一大倉教、第二と番号が割り振られていたが、次第に第一大倉教が、政府の主席とみなされるようになる。1721年のロバート・ボル・ポール以後、事実上の首相となり、以降財政を司るのは、大倉教委員会の次席である、第二大倉教を兼務する、財務大臣となった。首相は、 その後も続賞に過ぎなかったが、アーサーバルフォア内閣時代の1905年になって、正式な官職となった。首相は、わずかな例外を除いて第一、大倉教を兼任するのが慣例である。ウィリアム・ピットは、首相兼第一、大倉教のあり方について、財政の先頭にある人であるべきだという言葉を残している。1942年までは、庶民院内総務、 または、貴族委任内総務も兼ねるのが通例であった。なお、イングランドでは、旧廷内の財務を扱う、大蔵省と国家財政を扱う財務省とが別個の官庁であったが、チャールズ・グレー内閣時代の1833年の行政改革により、大蔵省に統合された。ウィキペディア英語版、ファーストロード・オブ・ザ・トレジャリー掲載のリストに基づく、アンドリュー・ブリック ジョージ・ジョーンズザ・パワー・オブ・ザ・プライム・ミニスターヒストリーポリシーユナイテッド・キングダムヒストリーポリシー2011年8月14日閲覧ありがとうございます